36歳どうですか？36歳ね、人生も終わりですね。もう半分以上過ぎちゃったよ。前半いいことなかったからね、後半もいいことないっすよ、本当に。はい、これがね、映画監督の黒沢さんです。どう思いますか、こういう監督。興味がないです。これはね、古澤さんという人をまさに象徴するような T シャツですね。どっちかというと狩人だから。狩人どれ、どれ、犬っぽいでしょ。帰っちゃえ、バカ野郎。俺のこと可愛いと思ってんだろ。俺も自分のこと可愛いと思ってる。俺は多分古澤さんだと思う。またねー、お疲れ様でーす。またねー。下手こいた。古澤さんの落ち込みフェイスを見せてください。ね、神さんね、めっちゃね、いい女なんですよ。めちゃくちゃ美人。青山さん怖いから。若い人はね、若い人でね、自由に奔放にやればいいと思うよ。なんか、俺たちの時代じゃないから、もう時代は、ね、もう終わったの。英語好き。俺は大好きで。そろそろ帰ります。古澤たけしは悪い人じゃない。お酒飲めば飲むほどお金儲かる仕事ねえかな。